当時、人気があった有名人の現在は、ミノモンタは芸能界を満喫できたと言葉を残し、水道会社の社長となった。いじり岡田は高速ベロを封印して、誠実な夫になり家族を支えている。江戸晴美は対人関係に嫌気がさし、慶応義塾大学で研究者となり勉強している。堀北真希は結婚したら引退すると金髪になり、ママ友と仲良く関わっている。岩佐真由子はやりたいことがあると芸能界を引退し、介護士を目指しつつガチでサバゲーをしていた。芳賀健二はテレビで炎上し地元沖縄に帰り、飲食店のバイトリーダーになっていた。小保方春子は、スタップ細胞はありますで世間を騒がせて、現在はコツコツと洋菓子店でパティシエとして働いている。